ういーす、お疲れーす。やれんの？優雅、久しぶりだね。久しぶりか。まあ結構上手くなったって聞いたんだよな。そうなんだよね、プラチナ。あ、上手くなった。最高ランクプラチナ行ったんだよ。おお、やるじゃん。え、今いくつランク？え、何？俺のあのジェイミー？うん、ジェイミーは今ねプラチナのいくつだこれ、3とか4かな。 3?4? うん。いやちょっとね、もうちょい早い段階で戦いたかったんだけど、ちょっと返事が。いや、そうだよね、そうだよね、そうですよね。でも上手くなったんでしょ、うん、上手くなった。じゃあいけるでしょ。うん、いける、大丈夫。なんかディスコード越しだとめっちゃ声高い。どういう意味？あー、配信越しと配信より高く、はいはい、聞こえるな。なるほどね。うん、あのあれかもしんない、俺あの人と話すときはその、うん、あれ電話するときと一緒、わかる？あ、電話するときのお母さんね。そうマジでそう。私もなるよ。嘘でしょ。なるなる、今多分想像できんけどな。高いよ、いつもより。今できる？ん？何？電話ボイス。電話ボイスだよ、もうすでに。あ、これが？あ、俺と、うん、一緒でディスコードで話すときはそうってこと？うん、そうそうそう。あ、まあ、電話ボイス。あれ？プラチナでは？まあ気にしないでいこうよ。まあそうだね、うん。確かに。そこはあんま気にしないでおいて。でもね、真面目な話。うん。多分やってたらダイヤはいけると思うよ。本当に？大会の感じとか見てたけど。本当？まあ、全然いけると思う。ジェイミーわかんないっしょ。いや。あ、わかんの？わかる。さっきね。ちょっと待って。酒飲むな。うまい。おりゃ。これダメなんだよ。ジェイミーはガード。あ、ジェイミーはガードなんだ。うん、ジェイミーはガード。ガードできてない、ガードできてないよ。ガード、ガード。あー、でもガードしちゃうと投げがあるからね。そうだよな。あ、やべ、入った、入った、おりゃー。お、うまい。いけ、減るな。うわ、ここで打つから。なるほど、インパクト多いね。そうなんだよね。いやまあ、まあ、もうちょっとやってみよう。そうなんだよ。うわ、おや、ハメグラディウス多いな。あ、ジェイミーは、いや、ガード。おぉ。うぜぇ。あ、ちょっと待って、間違えたし。はい、画面端。やばい、やばい、やばい。ジェイミーの画面端、やばすぎる。画面端はね、強い、ジェイミー。かなり。お、うまい、うまいジャンプ。あ、やばい、閉じ込められてる。前ジャンプいいね。いやー、ちょっと、インパクト好きやな。いや、そうなんだよね、今ね。うまい。ちょっと赤とうざいね。対空がやっぱね、むずいよな、マリーザは。むずいです。あ、え、でもね、多分、うん、ちゃんと攻めれたら、端から逃がせれないで戦えたら全然いけると思うよ。最近ね、覚
れたんだよね、その鳥かご。あー鳥かごね。うん。2回ジャンプ。あーこれはいい、これはいい。まあ、でも良くないか。いけ、おマジか、完璧計算。パーフェクトだ、やったー、嬉しい。まあ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 、何これ、なんで2回ジャンプしてくんの。やばい、私の角になっちゃった。角はやばい、角はやばいんだって、ジェイミーの角はやばいんだって。終わったかな。終わった。削れなさすぎだろこいつの技。嘘だろこれマジで。ある、あちゃーし。今の死なないでやべえな。お、いいね、今のめっちゃいい、いいでしょ。あ今のめっちゃいいね。やべ、うわミスった、やったー。あと起き上がりに今の出せるようになるとマジで強いかもね。あ、駒投げ、そう駒投げね。なかなか出ないんだよでもあれ。わ、マジ出た。あ、てかさ、インパクトの反応いいよね。なんかあのね、大会では見てて思ったけど、うん、これ返すんだみたいなインパクトやっぱね、返してたからそれはマジすごいよ。ありがとう。でもね、私もね、わかんないんだ、返してるのか。いや、どういうこと、返してないのか。適当に押してるってこと。頭が追いついてないんだよ。あー、なるほどね。まあ、ちょっとゲームスピードは速いからな、このゲーム。やばい、こうなるとやばい、こうなった時に。これがねー、どの抜け出すんだよ、これしか見えねー。まあ、これはね、あいいのかな。これやばいな、このジェイミーの体。まあ、だからやっぱインパクトの反応ってフィジカル的なところがあるから、カルビフィジカルはやっぱ自信あるっしょ。バロでもそうだけど、うん、もう一緒にしていいのかな。でも全然いいよ、反応的なところだと思うしね。あー返せね、俺この試合1回も返してないね、インパクト。苦手なの。いや俺ね、インパクトはマジ苦手だね。あ、そうなんだ。そう、本当に苦手。まあちょっとさすがに露骨すぎたかな今のは。狙った。優雅にも苦手なところがあったとは。あでもね、俺あれだよ、そういう系は苦手だよ。ああえ、なんならエイムだけで言ったら多分カルビの方があると思うよ。いやいや、そう、エイムだったらカルビの方があると思う。あ、うわ、なんだそれ、なんだそれ、ああ、やべえ、マジでミスった。飲んでるから。システムちゃんと覚えたらマジで伸びると思うけどな。マジか、自信出ちゃうよそんな。いや自信結構持っていいと思うけどね、格ゲーは。優しいな優雅は。いや格ゲーはねマジ向いてると思うよ。マジ性格的に。これ煽りとかじゃなくて。え、でも優雅が言うならそうか、本当にそうかも。シュートさんとかに言われなかった？あ、言われたかも。覚えてないんだ。言われた、言われた、言われた。だって私そういえば FPS で優雅に向いてるって言われたことないもん。まあじゃあ分かんない。俺はあ、やべ、ごめん戻っちゃった。あんまプレイ見てないからちょっとわかんないけど、でもさ、ちょ一個言っていい？うん。FPS ももっと真面目にやったら
らもっとちゃんといけんじゃない。真面目にやってるよ。やってるか。真面目にやってないみたいにやめてよ。いや違う、真面目にやってないってわけじゃないんだけど、あのたまに歌歌ってる時とかあるっしょ。あれは真面目にやってる。あーなるほどね。まあでもテンション上がるもんね。そうそう、あのキルト帽子。なるほどね。わからんか、あれなんか落ちんぽんじゃうときに、ああ FPS でね、あーまたボトムだって落ちんぽんじゃうときにちょっとふんふんふんって鼻歌刻むとキルトしない。なるほどね。まあでも大事かもな、それは実際。そうそう、あのモチベを、じゃ気分を上げてるの。もうこれなんなのよ。最近 T シャツ出してね。そうだよ、おちんこんじゃう T シャツ。あれあれいいよね、来てくれる。あ、おちんついてか、あれは来てくれる、おちんついて。あー、あ、まあ全然全然着るけどね。マジ見たすぎ。え、でもあの T シャツはマジで全然良くない。いいな。いや単純にちょっと分かんないけど、あんまこういう話するのもあれだから良くないと思うけど、うん、結構売れてるんじゃない、使いやすい。使いやすそうだけどな、買った人も、ね、そう買った人も多そう。でも、ね、でもなんかおちんついてはなんか外で着れないよって言われるんだけどさ。あ、まあちょっとそんなことないよね。まあちょっと外はやばいかもな。あれ、おちんついてとなんだっけ、うるさいな。あ、うるさいなの方は全然いけんじゃない。そうだから、みんなおちんついては着れないってなんか言われる。ちょっと待って、攻めのキレが良くなってきたな。